どうも、旧戦艦山添さん、船さん。骨髄むき出しじゃねえかというわけでですね、今回、山添ラビで、都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、都市伝説の世界的権威、ミスター関を呼んでいきます。どうぞ、お願いします。ナイスいやー、ミスター関、ゲルマン見つくった移動。上下移動した今回の都市伝説は、近い将来、有力者たちによって予測されている人類の滅亡。その絶滅後に備えた人類復活計画が動き出しているので。というわけでですね、今回その人類復活計画について触れていきたいと思います。2024年9月、イギリスのサウサンプトン大学の研究者たちが新しく開発した結晶メモリにヒトゲノム全体を保存したということが報じられたのよ。彼らの研究は遠い将来、人類が絶滅の危機に瀕した場合、人類を復活させるための遺伝子設計図として役立つ可能性があると期待されてるのね。無駄クソ野郎だよお前つまり人類が絶滅しそうになっている、あるいは絶滅した後数百万年後や、あるいは数十億年後などに人類を復活させるためのプロジェクトなのよ。これ新たな知的生命体が誕生した時のために、その人類がね作り出してきた功績っていうのを残した大きなハードディスクっていうのも開発されてるわけでしょ。あ、そうです。でも確かにそれを解読できなければ無駄だよ。水さすなよお前そして完璧な保存ではあっても、遺伝子だけあったところでその種を復活できるということではなく、合成生物学といわれる人工的に生物を作り出す科学の話となってるのよ。種を保存するというプロジェクトに関してはこれまでも数々のものがあったけども、有名なのは北極圏のスバールバル島にある世界種子貯蔵庫というもので、地球の植物の絶滅などに備えて世界の100万種以上の植物の種子が保存されてるのね。この世界種子貯蔵庫も、ウィキペディアによれば、正式な名称は、あらゆる危機に耐えうるように設計された、終末の日に備える、北極種子貯蔵庫、とされてるのよ。そして、ロシアでも、プロジェクトノアの箱舟、という計画が2014年に発表されてるのね。モスクワ国立大学に、世界初の生体材料貯蔵庫、バイオマテリアルバンクが作られる計画が、学長によって明らかにされ、このプロジェクトは、ノアの箱舟と命名されたのよ。長期的な保管の後でも再生できる形での細胞材料の低温保存を行い、蓄積した材料の分析のための最新コンピュータープラットフォームの設置も行われるというのよ。費用は10億ルーブルで、2018年の稼働を目指し、完成したバイオバンクには世界中の絶滅危惧種とともに全世界の430万種類の生物種の生態材料が貯蔵されるというのね。俺はビルに保存してくれ発光しちゃうそして今回の研究チームは、最高華氏1832度の温度や極寒の条件に耐えられる 5D メモリ結晶にヒトゲノム全体を保存したのよ。この結晶が数千年、数百万年、あるいは数十億年先の未来に人類を絶滅から救うための青写真となることを期待されており、この技術は絶滅の危機に瀕した様々な動植物のゲノムの永続的な記録を作成するためにも使用できる可能性があるのね。人類の遺伝子コードを保存するというアイデアは、将来の世代のために重要な情報を保護できる永続的な記憶媒体を開発する必要性から生まれてるのよ。あと壊れちゃったんだけど、うん、あのジョージアガイドストーンっていうものね、うん、我々人類が滅亡した後の新たな人類のために作られたんじゃないかっていう説もあるんだよね。そしてエジプトのピラミッド、これももしかしたらそうじゃないかって言われてる、はい、でそして今回、はい、都市伝説、はい、ついにエジプトに来ました。あ、杉さんやりすぎ都市伝説、はいはい、多分押せよいくらそして蓄積されるデータの量が増え続けるにつれて、その長期保存を確実にするという課題はますます緊急性を増していくのよ。遠い将来、予期せぬ大惨事により絶滅する時に向け、今回のプロジェクトは備えてるというのね。人類のヒトゲノムがメモリーの中で数十億年後までこの地球に保存され続けることになった、まさに手のひらに乗るノアの箱舟を人類は完成させたのよ。ゲノムでそうゲロ見てるよだ、伊勢の本当の神はエンリルだったことですよ。これは皆さん衝撃だと思います。あの新型コロナウイルスとは一体何だったのか、今こそ振り返る時なのかもしれません。お一人亡くなったという話なんですけど、はいはい、あ、ここ亡くなったんですか、はいはい、ってことは毎回この火事には被害者、うん、